はレッスン12の61日目ね、L12 の T の11のところを開いてください。さあここではですねロープレがすごく大事になっていきます。この利益と可能性を描いてもらう、感じてもらうというところでは巻き込み型、巻き込んでいくタイプのロープレと、そして引き出していく、相手から引き出していくというね、この2つについて、やっていきましょう。まずは巻き込んでいく、まあほとんど私こちら型なんですけれどもね、引き出していくというよりもこう巻き込みながら相手に感じてもらうという形を最も得意とする、ね、その時に大事なポイントが書いてあります。まずは表情、仕草、ね、大げさでしょ、大げさでいいんです、ね、大げさであればあるほど相手をこうどんどん巻き込んでいくというね。話をする前に映像とかストーリーをしっかりまず自分自身が鮮明に描いておくことが大事なポイントになってきます。A さんは海外旅行の素晴らしさを B さんにプレゼンしてみてください。そして B さんは飛行機が苦手、ね、海外旅行には行きたくないという設定でお願いしたいと思います。よろしいですか、ね、その人に海外旅行の素晴らしさ苦手だと言ってるんですからね、そこを巻き込んでいく、巻き込み型のロープで、実際にやってみて、そしてフィードバックをもらって必要なことをここに、ね、シートに書き込んでいきましょう。まずはやってみましょう。どうぞ。1、巻き込み型のロープレ、海外旅行の利益と可能性を巻き込み型で描かせてみる。いや今度さ、うん、ちょっと海外旅行に行きたいなって思ってるんだよね。ああそうなんだね。海外か、俺飛行機苦手だからな。あそうなんだ、うん、いや俺もさすごい苦手でさ昔、飛行機ってやっぱちょっと怖いよね。そうなんだよね。もし仮になんかこうどこでもドアがあったとして、うん、ポンってどこでも行けちゃうとしたらどの国行ってみたい？ハワイとか行ってみたいかな。あーハワイか、うん、ハワイ俺も行ってみたいな、うん、そういえば今度前からさハワイ行ってみたいって言ってたもんね。そうだね、行ってたね。ね、うん、じゃあ実際にあの常夏のハワイにちょっと行ったと想像してみて、おお、うん、もし行ったとしたらどのことしてみたい？ビーチとか行きたいかな。やっぱビーチだよね。ビーチ行きたいよね。あのさエメラルドグリーンの宝石がさ散りばめられたようなあのグリーンの透き通る美しさといったらもういやきっと綺麗なんだろうね。ね、うん、でさやっぱさ美しいものとかさ感動的なものを見るとさやっぱ誰かと一緒に共有したくなるじゃん。そうだね。ね、もし行くとしたら誰と一緒に行きたい？そうだな、うん、友達とも行きたいけど彼女とも行ってみたいかな。いや素敵、さすが彼女思い。なんかこの動画さこう水辺で彼女とこうキャッキャ言いながらなんかこう戯れてる姿すっごい目に浮かぶわ。ほんと、いやでも恥ずかしいわ。いやいやいやでさ、やっぱさホテルから見るさあのビーチもさすごい幻想的だろうね。いやきっと綺麗だもんね。ね、うん、朝さちょっと早起きしてさ、うん、あのテラスでコーヒー飲みながらぼーっとしてみたり、あとやっぱり音楽聴いたり読書するのもいいんだろうな。いやいい一日の始まりだね。ね、うん、でさ朝さ割とさ人気がいないビーチを、うん、あえて素足でちょっとランニングして一汗かいてみたり。おおいいね。で、その姿をさ、彼女がテラスでこう見てて、お互いなんかこう手なんか振ったりしちゃって、いやなんか照れちゃうね。朝はそれで最高に美味しいモーニング食べるの。木陰に座ってあの美しいビーチを眺めながらさ、甘いあの美味しいパンケーキなんてどう？いやなかなか至福のひとときだね。ね。あで日中はさ、ちょっと街を散策してみたりさ、あのあえてショッピングしてみたり。またさ、美味しいものをちょっと共有したり、うん、あーでもやっぱりあのダイヤモンドヘッドのあの美しい空と
果てしない広いあの海もやっぱり目に焼き付けたいな。いやそりゃ間違いないね。ね、そうだね。でさ最後夕方は、あのピンクやさパープルに染め上げる、あの美しいさサンセットとあのハワイアンミュージックだよね。まるで身も心も癒されて、で最後さ2人で今後の将来なんか語り合っちゃったりしちゃって。いやいや、でもなかなかロマンチックだね。ね、ハワイか、非日常生活も味わってみたいかもね。いいよね。あ、丸に巻き込み型のロープレーのフィードバック、本幕の場合、最後の方セリフが多いと感じたので、あまりセリフが多すぎない方がいいと思いました。また語尾に丸々でさや始まりにでさという口癖が多いので、そこの口癖も改善した方がいいかなと思いました。表情に関して言うと、もっと大げさに体を使ってもいいのかなと感じました。さあいかがでしたか。続いては引き出し方ですね。こちらのロープレもやっていきましょう。ポイントはですね、 if もしを使うことね、もしを使うことによって、相手が想像したくなる、イメージしたくなる。もしも英会話を身につけられたらどんなことやってみたい、まず何やってみたいみたいな感じでですね、相手が答えるたびに共感してください、ね、あるいは同調同化する、ね、必ずそうですよ ね共感したから、いや私もそう思いますよ、そして導いている。連想ゲームの要領で、だったらもっとどうなる、だとしたらこの場合はどうなる、ね、一つのことを想像できたらそれをこう膨らませてやる、どんどんこう広げてあげる、まさに連想ゲーム。そんな感じで、A さんは英会話を身につけるとどんなメリットがあるのか、相手が英会話を身につけたくなるように、プレゼンをしてみてください。 B さんはですね、英会話いいことは分かってるんだけれども、結構身につけるのも大変だしなというふうに迷っているという設定でお願いします。そして、その後またフィードバックをして、もらってですね、シートに必要事項を書き込んでみましょう。ではどうぞ。2引き出し型のノープレ、英会話を身につけることの利益と可能性を引き出し型で描かせる、上司と部下という設定。今英会話だろうか迷ってるんだって。そうですね、迷ってますね。そっか、はい。じゃあ英会話の能力を身につけたいって思いがちょっとはあるってことだね。そうですね。そうなんだね。もしさ、英会話の能力が身についたらどんな気持ちになる？いや、嬉しい気持ちになりますね。そうだよね、はい、いや、俺も嬉しいよ。もしそうなれたとしたら、例えば仕事面ではどんないいことがありそう？ああ、そうですね、自分国際本部を希望しまして、そこに行ける可能性が高くなるのかなと思います。十分あり得る。例えば前から国際本部行ってみたいって言ってたもんね。はい、そうですね、言ってましたね。じゃあさ、もし行けたとしたらどんなことしてんだっけ？自分はあの現地で新規開拓をして市場を大きく広げたいんですよ、で、そのより多くの外国人の方にうちの商品を手に取ってもらいたいなと思ってます。いや、素晴らしい目的だね。もしさ、その海外でも新規開拓が成功したら会社からの評価ってどうなるかな？評価上がって課長に昇格できたりとかですかね。可能性あるよ、はい、そしたら間違いなく給料だって上がるだろうし。いや、いいですね、嬉しいですね。あ、これは仮の話だけど、はい、今はマルチ実践時の時代じゃん、はい、だからその英会話の能力があることによって、そうだな、例えば、本の翻訳とか通訳とか、英会話の能力があればいろんな可能性、選択肢
広がっていくんじゃない？あ、確かにそうですね。自分スポーツも好きなんで、そういった分野にも挑戦していきたいな。あと英会話のオーナーにも興味がありますね。お、いいね、はい、選択肢可能性広がっていくね。そうですね、ちょっと英会話本気に習ってやる気が満ちてきました。ありがとうございます。丸2、引き出し型のロープレのフィードバック。引き出し型のロープレをやってみて、相手に寄り添う気持ちが大事であります。もし仮にという質問をされることで、自分の中での頭を想像しやすく、利益可能性が導きやすいのかなと思いました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。さあ、これからもこの繰り返し反復をすることで力になっていきますから、次回もお楽しみに。